にちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、飯塚千恵さんによるコースマネジメントができない方に向けたレッスン動画になります。ああ、もう常にピンになっちゃうんだコースマネジメントね。常にどこからでもピンを狙っていくみたいな。どこからでもね。ね、でまあすごくね、かっこいいんだけどね。かっこいいんだけどね。こうなんかね、ストレート。ワイルド、ワイルドですね。ワイルド。はい。ワイルドな方向けかな。ちょっとかもしれない。見ていきたいと思いますね。はい。はい。内容はですね、コースマネジメントでスコアを劇的にアップさせる方法について徹底解説していきたいと思います。はい。この動画ではスコアを劇的にアップできるコースマネジメントを詳しくお伝えしていきます。はい。このね、動画を見た後には、まあ、きっと見ている方々ね、コースマネジメントについて、まあ、理解を深めることができるため、はい、コースに出たくて、うずうずしてきちゃうんじゃないかなと。戦略的にいっちゃうみたいな、はい、早く行きたいなって思うと思います。はい、はい。まあ、それくらいね、まあ、今回の動画はノウハウを詰め込んだ動画になっておりますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、お願いします。はい、はい。でも大事だからね。大事ですよ。めっちゃそのコースマネジメントって本当に大事だと思う、はい、はい、何回も言いますけどね、いや本当にスコアアップのためにはコースマネジメントです、はい、はい。それとですね、皆さんはリンゴルフ公式 LINE、登録してくれてますか？いや、もう絶対してるよね。何回も言ってみますかしてるはず。してるはず、まあ、登録してくれた方にはですね、無料プレゼントもご用意しておりますので、はい、ぜひ友達追加登録お願いします。お願いします。早速見ていきたいと思います。はい、はい、千恵さん、今回のレッスンは何でしょうか？はい、今回はコースマネージメントで劇的にスコアをアップさせていきたいと思います。イエーイ。はい、これですね、はい、よく質問があるのが、練習場でたくさん練習してて、あのうまくいってるのにコースでうまくいかないって方が結構多いんですよね。はい、なのでこういった方たちが何の練習をしてなんでダメかっていう話から、やっていきたいと思います。はい、まずですね、練習場でですね、皆さんがどんな練習をしている方が多いかというと、タイミングを合わせるだけの練習をしている方が多いんですよね。こういった方たちはですね、タイミングが合う、何回も練習しているときは当たるんですよ。はい、しかしですね、コースに行くと一発ですよね。OB したら二発打ってますけど、はい、練習場ではうまくいくのに、コースでは当たらなくなってしまうって方が、どんなクラブの動きになっているかというと、フェースの開閉、開いたり閉じたりっていうのが大きいと、はい、芝に突っかかってしまったり、傾斜地でとんでもなく曲がってしまったりするので、まずはこの開閉を抑えていく練習、八の字ドリルだったりタオルドリル、過去にも紹介してますので、そちらを合わせて、見てください。そしてですね、今回のコースマネージメントとしては、そのフェースの開閉を抑えられたらどんないいことがあるかっていう話を進めていきたいと思います。これ傾斜地で例えると、この開閉が大きいとですね、曲がり幅がすごく大きくなるんですよね。はい、なぜかというと、開閉が大きいとインパクトゾーン、フェースがまっすぐなる時間が一瞬ですよね。はい、テイクバックからフェースの向きを気をつけてあげて、フェースの開閉を抑えてあげられると、インパクト時フェースがまっすぐなる時間が長いので、多少の傾斜地ですごく曲がることはなくなるんですよね。なのでまずですね、いろんなコースマネジメントがあるんですが、まずはこの開閉を抑えていった練習をどんどんしていただければ、練習場プロじゃなくてコースでうまくいくになるので、試してみてください。はい、それでは2つ目やっていきたいと思います。2つ目はですね、ラウンドレッスン中に多く見られるミスの原因が、右を向いてしまうなんですよね。これ右を向いてしまうと何が起きるかというとですね、ターゲットより右に向いてるから自分は左に打ちたいですよね、うん、はい、ということで左に打とうとして、
突っ込み、引っ掛け、向かっていっちゃいます。なおかつフェースがまっすぐなる時間が短くなっちゃうんですよね、うんうん、なので右を向いてしまうとボールは上がらない、そして球は飛ばないっていうことが起きちゃうので、まずはこの向きをしっかり徹底していきたいと思います。早速やっていきたいと思います。ボールとターゲットの間にスパットを見つけます。はい、今日はですねスパット見つけれないのでボールを置きます。はい、これですねどれぐらい先にスパットを見つければいいのっていうことなんですが、ね、利き目で変わってきちゃうんですよね。左目が利き目の方は1メートル先でも大丈夫なんですが、右が利き目の方は1メートル先に置いてしまうとアドレスした時に見えなくなってしまうので、右が利き目の方は30センチから、まあ、50センチぐらいのところにスパットを置いてください。後方からスパットを見つけて、そこに対して仮想の線を引きます。仮想の線を引いて、そこに対して平行に立っていく形を徹底してください。スパットは、はい、何をスパットにしたらいいんですか？芝？はい、そうですね、芝だったりとか落ち葉だったりとか、何か目標物を見つけてほしいんですけども、これ時々ない時ありますよね。ないです。ない時はもう本当にちょっとの、芝生の濃さが違うところとかあるじゃないですか。そういうところを見つけていくしかないんですが、なるべく最初はスパットを見つけて、そこから仮想の線を引きます。仮想の線に対して平行に立つっていうことを繰り返してあげるとスクエアに立ちやすくなるので、やってみてください。はい、チェ先生今回もありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。今回のコースマネジメントでスカを劇的にアップさせる方法はいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。ちょっと噛んだ、すいません。ありがとう。皆さんもぜひ練習で実践してみてください。はい、実践してちょっとね、ちょっとコースマネジメントちゃんとしてスコアを縮めていく、はい、そうですね。これもね、作戦ですから。そうです、作戦です。簡単です、はい、そう、単純に上げて下ろすじゃないんですよ。はいはい、まあそれもあるよね。はい、皆さんもぜひ、はい、レッスン練習してみてください。はい、それではここで重要なお知らせがあります。来た来た。その内容はですね、リンゴルフの公式 LINE ができました。今まで声なかったからね。確かにね、あってもおかしくないもんね。そう、うん、でこちらの公式 LINE では、うん、ゴルフの練習を継続できて、うん、やりきれる環境をご用意していく予定なので、この動画下の概要欄から友達追加登録をしておいてください、うん、はい。ちなみに友達登録をしていただいた方には、うん、LINE 限定配信での無料ゴルフ動画講座5本分など無料特典を特別にお配りしています、はい、この特典は登録時にアンケートの回答を行っていただいた方に無料でお配りします、はい、アンケートやってくださいね。また LINE の友達追加とアンケートを回答してくれた方限定でご案内している内容もあります、はい、10秒程度で簡単に終わるアンケートなので、ぜひ友達追加して LINE をチェックしてみてください。そして他にもこのチャンネルではゴルフを楽しく真剣にをモットーに、より多くの人にもっとゴルフを身近に楽しく知ってもらえるように配信していきます、はい、なのでこれからもこういった動画を見逃したくない方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。はい、ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が少しでも良かったなと思う方はコメントと高評価お願いします。じゃあそれでは次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。